はい、こんにちは、てりやきでございます。今回も前回に続いてですね、ハグ固有のルイン、ナース固有のタナトフォビア、そしてマイケル・マイヤーズ固有のダイングライトですね。この3つのパークを使って遊んでいきたいと思います。でね、まあ、なんでこんなパークを思ったかっていうとね、ああ今落としましたね、見つけた、おいおい、もう一発食らわせたいが、さほど僕はこのターゲット倒したい倒したいとは思わないわけです。まあ、大事なのはやっぱりこのカッコのついているターゲットですね。取り付くターゲットを見つけることが最初の重要な目的であります。やっぱね、こうランクがだん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 自分が上がっていくとね、発電機復旧させるられるね時間がね、もうほんまあっという間なんですよね。あっという間に発電機を復旧させられて、で、まあ、1人2人倒せるのが関の山とかなってくるんですよ。どうなると、さあティア2に上がりましたよ。これでチェイスすることができるようになります。内側から内側ね、相手よりも内側に、おチャンス、はい、よし、こいつを餌にじゃあもう一人をおびき出そうかいの。痛い、再生ストライク、まあまあまあ、もう驚かないですよね。もうみんな持ってますからね、高ランク帯ではもうほとんどみんな持ってんじゃない、ディサイシブストライクは。さあさあさあ、ほい、見つけた、はい、彼女が今回のダイングライトの取り付く相手ですね、はい、この人をさっさと抹殺することができればできるほど、このゲーム私に有利に傾きます。やっぱダイングライトが一番でかいですね、効果が、そのハードルが高いけれども、それに見合った見返りはあります。相手のさまざまな行動の 25% 負荷がかかるっていうのはでかいですよ。さっさと倒したいな、さっさと、うわ、そうなんですよね。まあさらにね、ディサイシブストライクとかも、よし、オッケー、倒したぞ。はい、皆さんには内緒にしてましたけれども、もう死んでいただきます。よいしょ、ぽいということでね、はい、取り付いたやつ用に私メメントモリの緑色を持ってきてました。さあこれでサバイバーの諸君は非常に重たくなってるはずです。なかなか、あれ、さっきと同じようにゲージ進んでいけへんなって思ってるはずです。それはもう明らかに違いますからね。さあここからですよ、ここからが僕のターン。いかにこう発電機の復旧を遅らせつつね、あとはまあタナトフォビアは吊り下げないかんので、まだ今のところは何の効果も発揮してないですね。吊り下げないといけない、よっこいしょ、あと一発、一番右のね、ハグ固有のルインはトーテム破壊されなあかんのですけど、今回まだトーテム残ってますからね、一定の、ビリ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 って言ってますよ、ビリ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 って。よし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 、いいね、いい調子やね、ガンガン切りつけていこう。
さあそうですね、やはり内側を通るメリットっていうのは、強ポジって結構中心にあるんで内側に行こうとするんですよね、みんなね。だから相手よりも内側を回って最短距離で切りつけるっていうのがいいんじゃないかなって思いますけど。さあもう一人ね、確実にやっていきたいですよね。まあ知って今ちょっと泳がしましたけどね、そろそろ捉えたいんですよ、この中心から離れさせた今枯れるチャンス。あ、音が聞こえた。ああ見つけちゃった。はい、そこのあなた、メグトーマスちゃん、背中見られてますよ、変態野郎に見られてますよ。はーい、よーし、あと一撃だ。逃げろ、そう、遠くへ逃げろ。そうですね、あー声が聞こえる、隠れてるね。よし、案外この、ブギーマン君はですね、あ、乗り越えんの早いよね、結構。よし、追いつくもん、ほら。いくよ。あっちゃよし、ドライブ。さっさと吊り下げようじゃないか。見けるでしょう、この距離やったら。大丈夫でしょう。オッケー。ちょい。さあ、どうする？助けに来るかね。行かないならこっちから行きましょう。ねえ。まあ、きっと発電機を復旧させるの苦労してるでしょうからね。まあ、助けるのはおそらく発電機の復旧、目処立ってから来るであろうと。おう、ならばこちらから行くまでですよ。こっちにはいねえか。いないね。必死こいて復旧させてるはず。どこだ？助けるよりもね、発電機行ってるよ、今は。そうじゃないとすげえ時間かかるからね。そう。そうでしょう、そうでしょう。必死こいて直してるでしょう。君だ。次のターゲットは。追いつくぞ。いいのかな？おい。さあ、これでもう一人のやつは気づいたはずだ。ね、助けたでしょ。そりゃそうだよね。はい。そういうことで。まあ、これでもう限定されてますから、二人は必ず吊り下げ台の近くにいる。必ず。これを逃がさない。音聞こえました、今、声が。ね。これを逃がさないように狩る。というのが、まあ、キャンプをしない、お兄さんのコツですね。まあ、今回は発電機を復旧させるのに集中してるやろうということで追っかけていきましたけどね。まあ、僕は使い分けています。それも駆け引きやと思ってますんでね。はい、見つけた。近くにおる。よーし。まあ、そうでしょ。こっちが結構有利なんですね。吊り下げ台から助けさせた後っていうのはね。よほど隠れるとか逃げるのがうわうわうしい。よし、残念ながらね、簡単には逃がさんよ。はい、こうやってキャッチアンドリリースを繰り返すと、まあ点数的にも美味しい。さあ行こう、吊り下げ台だ。君の大好きな吊り下げ台に吊り下げてあげよう。はい、ブスね、こうして一人一人ぶち殺していきます。あと二人。まだ発電機がね、ラスト一台になってないところが非常にいいですね。まあ音が聞こえる。ギリギリまでね、復旧するっていうのはなかなかリスクあるんだけども、リスクを取ってね、ご苦労さんって感じだね。さあ、ラスト1位。さあ、こっからが勝負だ。絶対に倒す。
よし、引っかかったな、今。ほら。まあ、最近ではね、まあ、3人仕留めればいいので、まあ、無理にね、まあ、4人目追っかけたりしないことが多いんですけど、どうしようかな。もう3人目さっさと吊り下げてね、倒すのも、いいかな。うん。見てはる人はね、やっぱり全滅を期待してはるでしょうけども、ほんとね、もう4人、ディサイシブストライクね、まあ、3人、4人と持ってる中で全滅っていうのは、ほんと不可能に近い。よほどもう実力差がなければ。もう僕もランク上がっていってますからね、厳しいよ。本当に。本当に厳しい。きっとランク1のサバイバーからしたら、全滅？は？舐めてんの？って感じよ。あ、今でだからね、一人吊り下げたから、31% か。31% プラス、5% のペナルティみたいな。もう吊り下げます。もういいや、もう一人。ね。非常に、あともう一人と戦う上で非常に不利になりますけど、もう三人はね、もう倒す。三人倒したらもう、いい。おー、そうか。復旧させたってことは場所が大体わかるからね。あ、自力で逃げよった。待て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 。通さないよ、ここは。そうそう。だいたい僕もね、逃げてからここの出口まで出るのに、自分が戻れる距離っていうのをだいたい把握してますから。あ、今のはもう完全に、想定内ですね。さあ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 、どこかな、逃げたかな、それとも3人目が力尽きるのを待ってるのかな、どこかで、おお、開けてるぞ。そうだろうな、まあ逃げるところを確保するでしょうな、そらそうでしょう、うん、いない。そうか、残念だね。助けに来ないか。さあ、ということで4人中3名被っていきました。はい、ということです。全滅させたかったけどね。まあこんなとこでしょう。どんなランク、あー、ハイランクだ。全員ランク1だね。ディサイシブストライク4人中4人持ってますわ。きついわ。本当に本当にこのディサイシブストライクを返すパワーを欲しいね。うん、ということで1戦目遊んでまいりました。はい、それでは2戦目遊んでいきたいと思います。さあ、今回も同じようなパーク編成でございますけどね。あ、ガチャガチャ聞こえる、漁ってやがる。地下で漁ってるんだな。もしかして上やったんか。最悪や。くそ、隠れてない上や。くそ、見落としてたわけ今の。ひどいな、ひどいな、今の見落としは。そう、よし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 、おったおったおった。 S じいちゃん、ちょっと待ってよ。おい S じいちゃん、見つけたぞ。さっき、おっ、なんや、プレステージ、プレステージ歩いてんじゃねえか。よし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 、待てい、見えるぞ姿が。よし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 、ん、そ
そうだろうそうだろう。あーあかん、短いんだよ、レンジが短いんだよ、ティア1のままじゃ。早くティア2に上げたいんだよ。だからよーし、上がった。これで戦える。でも、うん、あいつは養分を吸収させてもらうが今回のターゲットではない。だから追っかけない、追っかける必要はない。また音が聞こえる。あ、またジジイと出会ったな、ね、こいつをターゲットにしよう。まず最初の作戦変更だ。こいつを倒しておびき寄せようね。どこ行ったかな、ん、反対側か。あ、乗り越えたね。うん、近くにいるぞまだ。ああ、そっち側にいればなかなかやるじゃないか。そう、なるほど、うまいやるね、なかなかやってくれるじゃないか、エース君。近い、でも近い、近いはず、かなり近くにいてる。よし、見つけた、これは逃せへんぞ。そうでしょう、そうでしょう。よし、いける、この距離はいける。よし、オッケー。さあ、ディサイシブストライク持ってるかな。ああ、やはり持ってるね。うん、でも追跡可能な距離なんですよね、ディサイシブストライク食らってもね。実は、待て、中途半端に逃がすとえらいことになるからね。さあ、他のやつも助けに行ってるね。しかし仕留めるぞ。どうだジジイは。ん、ああ、いるな、近く血痕が残ってるぞ。痛くらいまくってんな今回、ちょっとちょっとくらいすぎやね。どこだどこだ、近くに、あ、声が聞こえた。こっちか、その板か。よしよしよし、食らってもいい、ガンガン行く、ガンガン攻める、追い詰めるぞ。ん、どこにいる、こっち方向だろ。そうそうだ、最短距離で近づくぞ。 OK、 はい、エース G さん捕まえました。さあ、地下に吊り下げよう。もう邪魔するものはいない。ディサイシブストライク使わせたからね。さあ、今回はどうしようかな。助けに来るやつだと思うよ。さっき救急箱持ってるやつが追っかけてたからね、このエースを。 100% 待ち構えるっていう戦術は取りませんが、わざわざ助けに来てくれてるのに追っかけはしません、僕はね。助けに来るだろうと。だからまあ、近くの発電機であったり助けに来てくれたやつを傷つけたら僕の前言うたら勝ちなんですよ、こんな風にね、で僕の目的は取り付いたやつを攻撃したいわけです。だから取り付いたやつを誘ってるわけです、今僕は。何をしてるかというと、あのエースを餌にね、取り付いたやつに助けに来させようとしてるわけだから。僕、黒人の、あのターゲットじゃないやつに別に攻撃しなかったでしょ。そうなんです、取り付いたやつがいたら追っかけます。まあ、こいつじゃないよね。で、こないしてる間に他のやつがね、また助けに来ようとするわけですよ。あのね、どうもやっぱランクの高いやつはそういう自信に満ち溢れてるんでね助けに来よるわけまあ、低ランク帯やったらね、そんなことしないで遠くで、発電機をね復旧させとるんですけど、なんかやっぱプライドがあるんかな、やっぱり助けに来ようとする。まあ、結果助けられることはなかったわけですけど、まあ、それはそれで作業するやつを減らすことで、まあ、私としてもメリットはあると。ああ、
ルイン潰された、どうでも。おーし、見つけた、こいつ、うん、見つけたぞ、今回の俺のターゲットだ、うん、もう目が血走ってます。絶対にぶち殺す、こいつを倒さないと始まらない、うん、ルイン潰された、今ね早いことこいつを釣って倒さないと。ああ、いい感じですね、これ一気に距離詰まりますよ。はい、こんな風にね、このなんていうのかな、こう相手に対してこうね、今みたいにこう斜めに移動してるやつに対してこう最短距離で、まあ、点と点を結ぶように追っかけると非常に有効です。さあ、お、音聞こえるな、一応プレッシャーかけていきましょうかね、うん、まあ何が何でも倒そうとしてる私に対して、あとの2人は発電機2つの復旧を優先させたということです。ここら辺ですね、やっぱりアホみたいにあの、まあ、キャンパーキャンパー言うてるやつとは違いますかな。非常にうまい、賢い、クレバーですね。発電機を復旧させる、無理に助けに行こうとしない。ほな私はね、これゲートすごい気になるわけです、ゲートを開けようとしてるんじゃなかろうかとね。そういうやっぱ駆け引きですよね、それがやっぱり優れてる、あのうまいやつはそこら辺よくわかってるわけです。グーに対してチョキではなくパーを出せばよいということをね、まあ私としては辛いわけですよね。本当は2人はあの助けに来てほしかったんですよ。まあ2人が助けに来たところをティア3解放して全員ぶち殺そうと思ってたからね。こんな、まあそれでね、ダイイングライトは点滅するけれども、あとまあゲートの開けるのにどれだけ影響するかよね。あ、ゲート開けようとしとったな、どっかおるな、近くに残ってるぞ痕跡が。これね、今私ティア3に上げてますからね、うん、おった、おし、よし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 、まだまだ全滅、これ開けるの結構苦労してたんじゃねえか、もしかしたら。もう一人だ、もう一人おびき出そう、こいつを使って。もう一人おびき出そうじゃないか、助けに来いよ、ほら。助けを求めてるぞ、じっとして、体力回復してるな、簡単に助けられたらシャクやから吊り下げよう。よしよし、さあ一人だけ出るかな、赤く光ってるね、おった、見つけたぞ、よし、あ、自力で逃げやがった、くっそ、あー最悪や最悪や、これはちょっとついてないな俺は。ほら苦労してんじゃねえか。まあここら辺ダイイングライトの効果がもしかしたら出てたかもね、うん、俺なかなか開けへんぞみたいな、ダイイングライト効果なんですよこれが。よしよし、これで逃げれないね、あともう一人、まだ開いてないな、どっかに身潜めてんちゃうか、うん、全滅させたいな、くそ、さっきね自力ダッシュせへんかったらあいつ追っかけて全滅やったんですけどね、うっそー、手ごわし、開いた、くそ開いてる、開けられたな、まあどっちかですよね、やっぱり2と追うものは1とも得ず、うん、まあここは、うん、そっか、そこにおんのか、よし追っかけるぞ、おい、そら逃げるよな、さあ絞れるだけ絞ったら、あ、もう赤絞られへんか。残念、はい、ということで、今回またもや一人逃してしまいました。どうだったのかな、ランクは、相手のランクは気になるな、うまかったと思うけどね、非常に、うん、うまかったよ、ああそうか、ランク1やな、なんでこれ一人出てきてないの、最後逃げたやつなんで出てきてないの、透明やねんけど、初めてやな、こんな名前も何も出てこんのはちょっと初めてかも。
はい、ということでマイケル・マイヤーズちゃんでですね、遊んでまいりました。まあ遅らせる3種類のパークを今回扱っていたんですけれども、まだこの2戦はね、ある程度の効果は見られたかなと思います。特に2戦目のゲートですよね。ゲートはね、本当は10秒ぐらいで開けられますから、サバイバーに。まあ、例えば10秒と仮定した場合、ダイイングライトで 25% でしょ。で、タナトフォビアで 9% や、2人釣ってたからね。だから、そうすると 25+9 で 34% 増加するわけだから、10秒かかる、ところが 13.4秒かかるはずなんです。だから10秒でガチャンキーって開いてたのが 13.4�秒になる。3秒、この3秒を価値あるものと見るか、いやいやそんな大した時間じゃないよと見るかですよね。うん、というところでございます。まあセーブザベストフォーラストとかアンレネンティングとかアジテーションとか、そういったまあ、アイアングラスもそうですけど、そういった、まあ、パークの方が強いと思います正直。まあ、ちょっとマンネリやな、ちょっと気分変えたいなっていう時にね、まあ、ダイイングライトなどはすごいギャンブル性が高いとは思いますけれども、使ってみてはいかがでしょうか。ハマれば面白いパーク演出やと思います。ということで今回はこの3種を使って、ランク1の方と遊んでまいりました。一応次回予告なんですけれども、次回、ヒルビリで、非常に熱い戦いをすることができましたので、そちらをアップしていきたいと思います。ということで今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。ではバイバイ。